こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4をやっていきましょう。前回ちょっと、親のせいでね、ちょっと破局を迎えてしまいましてですね、破局というべきなのか、ちょっと駆け落ちを目指してね、最終的にね、やっていこうかなと思うんですけど、そんなあの話もしつつ、ということなんで、とりあえずね、アシュリーを追いかけて、ちょっと次に進んでいこうかな、というふうには思ってます。ただ、こっからね、ちょっとね、とあるね、ゴリッゴリの男がね、バーンと出てくるんで、そこをね、ちょっとなんとかクリアしていかなくちゃいけないんで、やっぱりいろいろとね、前途多難はあるんですけど、こっから物語もね、終わりを迎えていくにあたって、面白い展開をね、向かっていくというところなんで、ぜひね、楽しんでいただけたらなと思います。そうだね、変な真似はするな。変な真似、どんな真似なんだろうね。これがね、こう、女性に向けて言ってるっていうのがね、はっきりさせる云々はどっちでもいいんですけど、ちょっとクラウザーさんもね、地味に期待してるよね、きっとね、これね。いや、期待してるわ、ちょっと変な真似してほしいわって期待してるわ、本当に。ダメダメ、この動画は健全な動画でございますので、親子揃って見ていただいても何ら差し支えのないような仕上がりになっております、きっと、じゃあとりあえず、ここあれでもここなんかアイテム取ったらいつもなんか敵がわーとかって襲ってきてたはずなんだけど、来ないね、あ、来てる、変になってる、あ、いたいた、アップラップ、アップラップ、おお、神プレイ。おびっくりした。危ねえ。OK。と、全然話変わってあれなんですけど、MT 会っていうのを Facebook グループで作ったっていう話をこの間させていただいたじゃないですか。そこにね、一人女性が加わることになりまして、今、だから4人なのかな、グループが。で、その人すごくて、今、エニタイムに通ってらっしゃるみたいなんですけど、週に、どんまい。知らなかった。そりゃその距離でやったらね、接近戦はショットガンの方が早い。覚えておけ。で、またこいつも産むのかよ。めっちゃもうなんか、あれだよね。大量発生するよね。それはいいんだけど、そう。で、エニタイムに通われてて、なんか週に4回くらい朝の5時に、なんか筋トレをしてるらしいんですよ。でしか、あったっか、こいつ。で、またこいつもあれかよ。そう。で、なんか、なんだっけな、ボディービル選手権じゃなくて、なんか、ベストボディジャパンっていう大会があるんですかね。僕、大会に出る気が一切ないんで、そういうの情報とか全然知らないんですけど、なんか初めてね、その身近に、なんかその初めて身近にそのコンテストに出るっていう人がいたんで、しかも女性でってすげえかっこいいなと思って、でしかもパーソナルトレーナーもつけてるらしいんですよ。パーソナルトレーナーもつけてらっしゃるにもかかわらず、そんな得体の知れない男が勝手になんか自己満足でやってるなんか Facebook グループ見つけて入ってくるって、すごい、勇気というか、なんか遠回りというか、ね、自分の Facebook グループを遠回りって言っちゃダメなんだけど、一応そのちゃんとね、筋トレ YouTuber さんとか論文とかそういうのを読んだりとかして、少なくとも1日1個こねたとして、カフェインの摂取タイミングはどうだとか、どういうサプリを取るのがいいのかとか、じゃあ筋トレはどういう方法、どういうトレーニングをするのがいいのかとかっていうのをいろいろこう発信はしてるんですけど、自分の体験をもとにしてね、なんですけど、そこまでガチガチの人が出てきたの初めてだったんで、ちょっと今びっくりしてるんですよね。だからこれ下手な情報流せねえやと思って、今すっげえドキドキしてるんですよ。いやでもすごいよね。だからコンテストに出る人がね、その人がね、とある某県に、ちょっと僕が住んでる地域とは全然違う、もうそれこそもうどのくらい離れてるんだろうっていうか分からないくらいのところに住んではるんですけど、
ぜひね、そこにブルーホースさん、ジム建ててくださいで、ジム建ててくれたら私会員で通うんでっていうふうに言ってくださってるんですけど、ね、でもそこの地域に建てるってなったら単身赴任しなきゃいけなくなるんで残念ながらね、嫁からは絶対ダメっていう、もう断固反対拒否をされてしまってるんで、どうしたもんかなと思ってね。でも女性のね、なんか言われたあれだからなとも思ったり。そう、ね、ついさっきもね、自分の投稿にいいねとか押してくれてたんですけどね、毎日やっぱりなやってね、知識アウトプットしてね、言っておくとさ、なんか自分がさ偉そうに言ってるくせに体作れてないっていうのは、やっぱなんか有言実行ってすごい大事だと思ってるんで、それができてないってなったらすごい恥ずかしい話になっちゃうから、それでね、ますますね、人にね、こうやって偉そうにね、筋肉に関するうんちくベラ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 って語るってなったら、自分のこともね、自分の体ももっと頑張ろうかなというふうに思いますけどね。もうちょっとしたらもうゴールデンウィークを迎えるっていうところまで差し迫っているんですけど、なかなかやっぱりね、ちょっと自分が思っている体に なりきらないっていうところがあるんで、じわ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 なんですけど、まあ、でも年末くらいから、まあ、もう4ヶ月くらい経ちましたけど、まあ、確実に腹筋の部分はなんかちょっとずつ変わってきてるなと。あと、まあ、力こぶの出具合とかっていうのも、まあ、一時と比べたら、まあ、はっきりボコッと出てるなっていうのが、まあ、見えてくるようにはなったんで、うん、まあ、あれはすごくいいかなと思いますね。やっぱトレーニングを続けてる甲斐があるし、まあ、トレーニングだけじゃなくて、やっぱりサプリメントも意識して、まあ、サプリだとか食事とかの方も意識して、やっぱ体の内部からね、育てていくっていうことをね、やったりとかしてるんで、まあ、気づいたらクラウド戦終わっちゃった。ベラベラ喋ってた。そうそう。前回トロッコの時の学習を生かしてですね、X を左手で連打したらちょっと間に合わなくて落ちたっていうのがあるんで、多分あのままズシュってね、ナイフにね、ときめき、ときめきラブリーなんとかみたいな感じで、うわーって入ってきそうだったから、ちょっと右手で本気で連打してました、実は。うん。そうそうそう、ね。そういうのがあるんでね。You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. チャイナドレスの飽き具合っていうのがなんかやっぱエロっぽくていいよね。エロっぽいとか色っぽいだよね。エロっぽいってなんだよ。エロくないわけないっていうね。うん、そんな感じですよね。だからまあ、ね、やっぱ人と巻き込んでやるっていうのはすごい大事かなと思いますね。僕、まあ家だとは嫁とかも全然やらないんで、嫁がね、ゲームとかね、娘と遊んでる横で僕は筋トレでうんがとか言いながらね、休日やったりとかしてるんですけど、うん、まあそう考えたらね、うん、誰かと一緒に巻き込んでやっていくっていうのはやっぱモチベーション上がりますよね。一緒にやってる仲間がいればいるほど、やっぱりその人たちが頑張ってるから自分も頑張ろうっていう気になると思いますし、まあ、闘争心も生まれますよね。あの人がこんだけ頑張ってるんだって自分も負けられねえみたいなね、そんなね闘争心が湧いてくるところにもなるんで、だからやっぱ一緒にやる仲間っていうのはね、あった方がいいですよ。で、本当はジムとかに通って、でフリーウェイトとかを一緒にやる仲間とかを作っておくのがいいと思うんですよ。なんでかっていうと、やっぱ限界まで追い込めるからですよね。ベンチプレスとかスクワットとか、まあいろいろあると思うんですけど、それをやっぱ限界まで追い込むっていうのが、うん、本来になったら10回で潰れちゃうっていうところを、まあ補助を使ってもらって、プラス3回とかってね、できるようになったらね、いいと思うんですけど、ちょっと多分もう多くの方ご存知だと思うんですけど、知らない方に向けて、ふいっ。これいつも毎回やるけどドキドキするし、しかもなんならもう肘当たってるんですよね、これよく見たらね。はい、だからこう最後のコマンド入力だけは慌てない慌てないということでね。ここ先進んでったらちょっとね、めんどくさいボス戦、多分僕一番嫌いかもしんない。その強い強くないで言ったら大して強くはないんですけど、あのね、めんどくさい、非常に、うん、非常にめんどくさいボス戦になるので、多分その手前くらいまで進めていって一旦終わりたいと思います。いつもここね、拾うって出てくるじゃないですか。エメラルド落ちてるんですけど、どこに落ちてるのかいつも見つけられないんだよね。どこなんだろうな、うん、本日のサムネコ、ここにするか、エイダとレオンが掛け合いをしているところにするかっていうのが悩みどころ。どっちがいいかな。まあでもやっぱこっちの方が映えるか。たまにはエロからちょっと離れてみよう、うん。
なんかね、みんな分かりやすいよね。エロっていうタイトルをつけると再生数伸びるんですよ、やっぱり。だからみんなそれで検索してるんだろうなっていうのがね、もう丸分かり。だってあのバイオシックスの時のエイダのそのエロっていうので、あのエロありとかでやったら、もうなんか他のそのムービー集とかがもう2桁とかなのに、エイダだけ3桁までバッて伸びてるからね。いやー、みんな厳禁ですわ。分かりやすい。ということで、ルイスメモね、プラーガの特徴3つ、1つ、宿主をコントロールできること、これについては記す必要もないと。で、新社会性生物であることというかね、まあ、個体ごとにバラバラありとかね、要は、頭からうにょうにょ出てきてくるみたいな、そんなイメージですよね。で、まあ、3つ目のパターンに今なってるんだろうなって思いますけどね。まあ、これがでも、ルイスの、まあ、研究成果言うべきところなのかなと思いますけど、足元ここ確か赤、そうだね、レッドハウだったんだよね。まあグリーンはないからもういいや。ということでね、ちょっとここでセーブをして終わりたいんですが、ボス戦の前にちょっとここで最終チェックを行って、あ、リスト更新。マグラムいいね。7万か。悩むけど、まあでもやっぱり威力を上げとくべきだよね。ということでね、本パートもね、以上とさせていただきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけると嬉しいですね。またツイッターも上げてますんで、上げてるというかツイッターもやってるんで、そっちの DM とかもしくは YouTube のコメントの方に、こんなトークで話してほしいっていうテーマいただけたらね、それをね、ぜひ取り上げてやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、本日もお疲れ様でした。さよなら。